冷たい雨が芝を濡らしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。シールはカプチョ。5分経過。ケマー、プレッシャーウン、ケマー、グリネラ。さあ、どちらのボールになるのか。さあ、ここから棒を攻める。シールはシュート。ああ、力が入らない。おっと、足がかかった。野本いい。ヘッド。壁パス。主審ファウルを取りました。シュート。ヘッドでパスを送る。ネトレト。さあ、このまま攻め上がれるか。シュート。キーパー正面。ワンツー、シュッ、入った。ゴール、ブリリアントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ、後半戦キックオフです。攻めきれない。果敢にスライディング。ルイコスタ。後半10分が経過しました。ピシェイラプティ。ダイレクトで返す。コーナーキックを得ました。
折り返す空中戦シュート、これはコーナーキック。さあチャンス到来、シュート、セービング、ロシツリー、ケマー、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。もらった、これはコーナーキック、ここで選手交代です。ヘッド、キーパーの遥か頭上を越えていきました。試合時間は75分が過ぎました。危険なタックル、ベルマー、華麗なドリブル、オフサイドはない、スローイン、これはファールです。グリネラ、これは危険だ、ファーサイドに上げた、プレーを切ります。カプチョ、ここで試合終了のホイッスル、耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。